六個柱のご遺骨が見つかっているところでございます。それでは早速でございますが、校内の方をご案内させていただきたいと思います。どこまでついてるか分かんないぐらい。すごい階段になってる。遺骨があったってことはここだって。そう。うわ、この階段作ったんだ。すごいわ。しましょうか。はい、いや、もう一枚ちょっと。これ見といたらいいわ。すごい。はい、どうも。お疲れ様です。これ中入ってですね、はい、ずっとまっすぐ行って、炉の字型にこうぐるっとこうなってるんですよ。中入って左の方に曲がると、はい、天然の大きな壕が、天井がすごく高い、でそこからまたその先に奥にもう先が見えなくなるぐらいまで深い穴があって、でまた別のところに繋がって、でここが司令部だったわけですね。そうです。でここで炉の字型にこうまっすぐ行って、で左曲がって、で自然の壕がありますね、そこからまた戻ってきて、この炉の字型にね戻ると、そこにそのおじさん の、 執務室があって、でそこはコンクリートで、まあ、天井低いですけど、私たちが立ってギリギリぐらいのところなんですけど、そこで繰り返しがいた執務した部屋があって、でこっち戻ってくるとまたここに来ると。これここはぬかるみますんでね、気をつけてください。仕事、いやこれなんだ、これだから一雨しちゃってなんかすると、いや全然入らなくなってきて、こういう状態です。これまだ先もあるんですよ。この先にもずっと並んでるあるんですよ。ね、もうほら先が分かんないわけですよ。どんどん横穴があったりして全然見えねえ。くぼみもあればもうずっと奥まで出てる。そのうち今度は縦穴になるんですよ。はしごで使って上がったり下がったり。こっちつながってる。あるこっち、どうぞ。あ、ライトも持ってる。ライトっていうか携帯の電話のライトぐらいですか。これだってこの先どこまでついてるか分かんないんだよ。分かんないですね。けどこの辺は逆に全部もう、あ、これ全部終わってる、収容していらっしゃるところですもんね。ここに米軍が大挙上陸したと。ここで釘付けになって、5000人ぐらいこれ亡くなってる、で、あっちのすり鉢山と、さっきの飛行場と、あと散歩。こういうのが未来。白いのこのアルキミンだな。いやこれがなんかシチリア島と硫黄島に近い。こういうの？そうそうそれそれ白いやつ。これがウズライシ。ウズライシ。ね。そうですよね。
って、うずらってほら、うずらの鳥の卵みたいな形してるからじゃないの、島が入ってる。それ。面白いか、うん、火山の島だから、こことシチリアと。今日のスピーチの中で色は黒とグレーと赤、3色しかなかったとか、その表現だったね。黒とグレーと、あとは血だから。